にちは。野菜を美味しく食べるための動画、朝倉チャンネルです。今日はツナとイタリアンパセリのパスタを作ります。料理に時間がかけられない時、小腹が空いた時、さっと作れて便利です。ツナ缶を使いますが、凝縮した旨味の調味料として適量入れると何でも美味しくなります。今日はツナとイタリアンパセリだけで作りますが、青しそや青ネギ、チャイブなどで代用できます。パスタを茹でている間にソースが作る、とっても簡単です。ツナとイタリアンパセリのパスタ、ご覧ください。材料です。ツナ缶、イタリアンパセリ、ニンニク、オリーブオイルわら1本、コンセントラートデルマーレ塩、朝倉パスタ。今日はカッペリ小麦のフジリを使います。野生のオレガノ。以上です。それではパスタ、まず茹でていきます。お湯が沸騰しております。1人分なんで、今日はだいたい 800cc ぐらいのお湯を、あの水を沸かしました。で、今日は具材が、大きいものが入りませんので、パスタちょっと多めに入れます。 70g、 70g で、塩入れるの忘れた。塩を、0.5% ですから、水が 800cc なんで 4g ですね。だいたい小さじ1弱を入れます。入れたらまずかき混ぜてください。はい、約10分ぐらいかかりますので、タイマーで10分を押します。中火よりやや弱い火で、このぐらいの沸騰加減で維持してください。そうしましたら、イタリアンパセリ、これはよく洗って、水気をよく切ってあります。お好みの量で結構です。いい香りですね。これを入れておきましょう。よし。してニンニク、ニンニクですが、ほんの少し、このぐらいかな、このぐらいね、押しつぶさないように切ってください。はい、切りました。これ入れちゃいますね、こちらにもね。はい、切れました。お好みの量でいいんですけど、これはフレーク状に、ね、なってます。半分ですね、入れまして、で、これ残ったらですね、別な容器に入れ替えて保存してください。ガラスでもいいし、プラスチックのタッパーでもいいです。このままの状態で保存はしないでください。これほぐしまして、結局調味料として、パスタに絡んで美味しいわけですね。で、こちら先ほど切ったパセリとニンニクも入れて、わら1本、そうですね、パスタが 70g なんで、大さじ1入れていいと思います。入れまして、そしてこれをかき混ぜておきます。で、さらに少しだけコンセントを入れまして、これでもうソースは出来上がりです。あとはパスタが茹で上がるのを待ちます。はい、パスタ茹でありましたので、時間なんで流してきます。で、これはよく冷ます必要ないんですけど、よく水を切って、これはそれでこうしてからこちらに入れてください。で、あらかじめ作っておいたその先ほどのソースに絡めて、出来上がります。それでは盛り付けです。はい、
と今できました。こちらのオレガノがあれば風味付けにしごきながら入れます。ツナとイタリアンパセリのパスタ出来上がりました。それでは試食です。ショートパスタなんで刺して、でソースもと入れて、噛み応え、こうスパイラル状になってるんで噛み応えがあって、これお子さんにとってもいいような気がします。よく噛む練習にもなります ね。中にソースが入り込んで、ペンネとかジェメリとかとは全く全然違うパスタです。久々に食べましたけど美味しいです。ソースもツナの旨味とイタリアンパセリの泡さが初夏を思わせるパスタです。ぜひお作りになってみてください。今日も朝倉チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もお願いいたします。